ジョン・ロバート・ワルムス・レイ・ストットは英国国教会司祭。福音派運動の世界的なリーダーであったイギリス・キリスト社学生会を指導したローザンヌ製約の基礎委員長を務め、成功会内の福音主義運動組織の指導者を務めた聖書通読を推進している聖書同盟の責任者。 福音的な文書出版の機関であるイーバンジェリックル・リテラチュア・トラストの責任的立場を務め、世界選挙と福音主義運動の騎士として、第三世界の諸教会の成長発展のために奉仕を行った。卓越した公開説教者としてまた、現代的なセンスを持った神学者として知られていた。ストットは、福音主義運動の中で非常に大きな影響を与えたとされ、 2004年にニューヨークタイムズのコラムニスト、リビット・ブルックスは、マイケル・クロマティの発言を引用して、もし福音主義者が教皇を選べるとしたら、ストットが一番ふさわしい人物だろう述べている。ありがとうございます。